岡山クロスに最後は斉藤というシーンでした。ここは加藤勝前を向いて一人かわして左足シュート。こういう形で前を向いてプレーできる時間というのは新潟の方は少し少なかったですね、はい、前半を0対0で終えて、そして後半、この後半も立ち上がりから岡山が圧力をかけていきましたよね。そうですね、入りも良かったですし、この試合を通して仲間選手、はい、素晴らしいプレーでしたね、非常に前線でアクセントになっていましたこの仲間。これは新潟のコーナーキックのシーンですが、一森がパンチング、安田かわして狙っていったというシーンでした。少しシュートが落ちればというシーンでしたね、はい、ここで伊藤が突破して、少し新潟磯村が遅れてしまって、これで PK を新潟は献上します。岡山キッカーは斉藤、まあ、これもまあ岡山がついにそのチャンスを得て、まあ最終的には PK ではありましたが、はい、岡山が少しずつこう積み上げていった結果というイメージはありましたよね。そうですね、まあ、ようやく取ったっていう感じもあったと思いますね、はい、最後富澤を折り返したんですが、新潟終盤もターレス、小川、田中達也、ターレスと攻撃的なプレーヤーを投入してチャンスを伺いましたが、ただ岡山1点を守りきって勝利を収めました。これで岡山は首位を守ったということになります。